キアスって何なんだ。人によって異なる能力か。この感覚はフィンブルの冬に戻る。まただ、記憶が流れ込んでくる。今のはどういうことだ。僕が別のギアスを使った。ただいま。ギギ、ありがとう。大丈夫だからそろそろ話してくれると。はーい、ヘレアさんなんだから。そんなことって、なんだよその格好。何って、今日はウェイトレスさんだよ。だって、この間のメイドさんはお気に召さなかったみたいだし。いや、あれはあれで可愛かったよ。そうじゃなくて、この間もそうだったけど、どうしてコスプレしてるのさ。ん？いやいや、そんなキョトンとした顔されても。こういうのも嫌い？そうじゃなくてさ、その目のやり場に困るというか。ふふん、やっぱり男の子なんだね。分かってるなら僕の目のやり場のことも考えてよ。観測者なのに観測しないの？そうそう、見るのが僕の役目ってね。ってこら、それネタにしすぎでしょ。てへへてへへって、まあいいや、
それがギギの趣味なんだったらさ。ご理解ありがとうございます。ねえギギ、ちょっと聞きたいんだけど。ご注文ですか？うん、真面目に僕の質問に答えてくれる人をお願い。もうまたそうやって意地悪言うんだから。ギギがちゃんと人の話を聞いてくれないからでしょ。それよりもギアスについて聞きたいんだ。ギアスのこと？うん、僕は異想転移のギアスっていう不思議な力でいろんな人たちの物語を観測してるだろう。うん、あなただけが持つ特別な力だね。でもさ、観測している人たちもギアスを持っているんだよ。それも人によってその能力には差がある。ギアスは人にとって超常の力だ。普通じゃない。でもそれを持っている人々がいる。彼らはどうやってあの力を、ギアスを手に入れたんだろう。ギアスは脳に干渉する力かな。脳に干渉する力？そう、例えばだけど、私が消える能力を持つギアスユーザーだったとします。私がギアスを使うと、あなたには私が見えなくなる。うんうん。でも実際に私は消えたりできません。あなたが見えなくなったのです。うん？あなたの脳に干渉して見えなくするの。つまりギアスが僕の脳の働きに作用して、見えているものを見えていないと脳を騙すということ？そういうこと。で、ちょっと手のひらを上に向けて出してみて。ちょい！だから見えなかったとしても、こうやって触れたりはできるのさ。つまり物理的に作用する超能力じゃないってこと？ギアスは漫画や小説に出てくるような万能な超能力じゃない。他人がいてこそ機能する超常の力なの。じゃあさ、ギアスはどうやって手に入れるの？ギギでも知らないの？素質？
ギギと話をしてたらなんだかお腹が減ってきちゃった。お、やっとご注文ですね、お客様。注文するのはいいんだけど、頼んだらちゃんとした料理が出てくるの？それは誠心誠意に努力するってことで。そうそう、戻ってきた記憶の中で僕が別のギアスを使ってたんだ。一人で二つのギアスを持つことってあるの？それはない。どうして断言でき？なんてね。だって一人で二つなんて欲張りすぎでしょう。それよりもご飯、ご飯にしましょう。うん。